就活生、Kちゃんと学ぶ、日経新聞。岸田文雄首相は、経済成長に伴う税収増を国民に還元するため、期限付きの所得税減税を支持する方針である。この動きは、物価上昇という現状を受け、中間所得層にも恩恵が及ぶよう配慮されている。具体的な期間や規模については、自民党と公明党の税制調査会で、調整が進められる。首相は、国民への還元を早急に具体化したいとの考えを示し、与党の幹部に対して、税収増の一部を還元する方策の検討を求めている。これは、一時的で、限定的な還元策と位置づけられ、23日の所信表明演説での発表が予定されている。政府与党は、経済対策として物価高に対応するため低所得者への給付金やガソリン代補助の延長を含む方策を考えている。これは賃金上昇が物価高を上回るまでの間中間層の負担軽減を目的としている。現在の税収は当初見通しを上回る増収が見込まれ、これを国民への還元に活用する方針が示されている。首相は国民が物価高に苦しんでおり、税収増を適切に還元すべきとの見解を表明している。警視庁は東京の深刻な渋滞問題に対処するため全国で初めて AI を用いた信号機制御システムの導入を開始する。この革新的な取り組みは過去の交通データをもとに AI がリアルタイムで渋滞を予測し信号のタイミングを自動で調整するものである。都内の一般道路での渋滞は平日平均で 123km にも及ぶため、この技術の導入は交通流の効率化と経済損失の軽減に資する。現行システムでは約1万6000機の信号機のうち半数が人手によって制御されており、渋滞状況に応じて信号の長さを調整している。しかし AI 技術の導入により交通量や平均速度を分析し30分後の渋滞状況を 40m 以下の精度で予測できるようになる。このシステムの利点はすでに中国の都市での導入実績があり、効果が確認されていることに加え、経済活動へのポジティブな影響も期待される。警視庁は、これらのリスクを踏まえ、システムのセキュリティを強化し、24時間体制での監視体制を敷くことで、これらの問題に対処する準備を進めている。子ども家庭庁は、保育士資格制度の見直しに乗り出し、認定こども園の職員に必要な資格要件の特例措置延長などを審議する有識者会議を開始した。この動きは、保育士不足の問題解決に向けたもので、2023年度末までに実行可能な提案の策定を目指している。現在、認定こども園での職務には幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が要求されるが、2015年度からはこれらのいずれか一等を有する者も勤務が認められる特例が設けられている。しかしこの特例措置は2024年度末に期限を迎える予定であるため、その延長を含めた対策が緊急に求められている。子ども家庭庁は特例措置の延長期間を5年とする案を初会合で提出した。加えて現在は国家戦略特区に限定されている地域限定保育士の制度を全国に拡大することも検討課題となっている。これらの改革提案は全国における約15万人の認定こども園職員、特に特例措置に基づいて働く 8% に当たる約1万人以上の職員が影響を受ける可能性がある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。